島根県では、昨日新たに130人の感染が確認されました。1週間ぶりに3桁に戻ってしまいました。保健所管内別では、松江78人、出雲28人、雲南15人、増田6人、浜田3人となっています。感染者の累計は6490人となりました。感染発表の推移です。 3日連続で上昇していて1週間ぶりに3桁に戻ってしまいました昨日より36人増えていて1週間前の火曜と比べても18人増えています1週間前の数字より多い状態がここ3日続いている状況です確保病床使用率は24.2%入院者数は89人で自宅療養者が466人となっています 重症者はいません島根県130人のうち松江市が73人と半数以上を占めていて2県の感染者集団クラスターも発生しました一つは市内にある高齢者福祉施設でこれまでに利用者と職員6人の感染が確認され県内93例目のクラスターと認定されましたもう一つは市内の医療機関で これまでに入院患者と職員6人の感染が確認され、県内94例目のクラスターと認定されました。どちらも接触者の把握ができており、施設名の公表はしないということです。また、昨日発表のあった松江市内にある2件の児童福祉施設で発生したクラスターの関連で、それぞれ1人ずつの感染が確認され、それぞれのクラスターが15人と12人になりました。 ままたた松江市市では議議会議員1人の感染が発表されましたこの議員と接触があった議員は検査を行った上で自宅待機とし開会中の2月定例会については予定通り開催するとしています一方鳥取県では新たに115人の感染が確認されました2日ぶりに3桁の確認となりました保健所別の内訳は 鳥取市53人、与那子42人、倉吉20人となっていて、感染者の累計は6830人となりました。感染発表の推移です。昨日は2桁でしたが、また3桁に戻ってしまいました。ただ、1週間前の火曜に比べると63人減っています。県内の確保病床使用率は25.1%。 入院者数は88人ですが、自宅療養者は1000人を超えている状況です。重症者は1人です。鳥取県の学校関係の感染確認です。県立高校では、鳥取東高校と境港総合技術高校でそれぞれ関係者1人の感染が確認され、1、2年生を今日から臨時休業としました。 米子市では港山中学校で関係者1人の感染が確認されきょう一部の学級が臨時休業となりましたそして比江津村では比江津小学校で関係者1人の感染が確認されきょう一部の学年が臨時休業となりました一方米子市の県西部総合事務所鳥取県庁第二庁舎に入る県教育委員会事務局 鳥取市のハローワーク鳥取倉吉市の鳥取地方法務局倉吉支局でそれぞれ職員1人の感染も確認されましたが各職場では通常通り業務を行っています。